こちらフランスのサンクルー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。プレザントグレイン4スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。インデンマインド前に行きそうです。ラケットエクスプレス、それに続いています。さらにはグレイトトリック14番プレザントグレイン、その後ろハーバーロドリゴ、どうやら後方からの競馬。もう一度先頭からグレイトトリック先手を取りました。その隣にサンセットアトラクト、その外にプレザントグレインサドンキャップ、そのうちに続いています。内からはサイレントスイフト並んで8番ナックルエナジー、その外にラケットエクスプレス。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはグレイトトリック、その隣にサンセットアトラクト、その外にプレザントグレイン、ピンクの帽子インデンマインド、その後ろすぐ隣にサイレントスイフト。 1000m を通過。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から、先手を取ったのはグレイトトリック、その横にサンセットアトラクト。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭はまだ4番グレイトトリック、サンセットアトラクト、ほとんど差がありません。インデンマインド3番手ベガ、いい位置です。先頭を捉えにかかります。ここで先頭変わりました。先頭はサイレントスイフト、サイレントスイフト先頭、あと 200m サイレントスイフト先頭だ。残り 100m サイレントスイフト先頭。一気にイバンカ、イバンカ、イバンカ、イバンカ1着、2着にはどうやらジャンゴドミニオン、勝ったのはイバンカ、見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はムーンゼット、ムーンゼット先頭、2番手はキシスチール追いすがる。さあアワチイメージ一気に来た。残り 200m ムーンゼット先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ムーンゼット先頭、一気にマイネルブリザード、メジロゼウス、メジロゼウス1着、2着にはどうやらマイネルブリザード、勝ったのはメジロゼウス。アワチイメージ敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。京都競馬場では G1 エリザベス女王杯の発走です。3歳牝馬が秋華賞での勢いそのままに小馬の壁すらも飛び越えるか、それとも小馬牝馬が実力の違いを見せつけるか。さあ最後は大外枠の東マジョルカゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。レイクフォーク、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。東マジョルカ前に行きそうです。レイクフォーク、それに続いています。さらにはトーセンリズム12番ゼイウステラ、その後ろウィリピーブルック、後方からもう一度先頭からレイクフォーク先手を取りました。その外から東マジョルカ、内からはマイネドバンダムエクセル、そのうちに続いています。その隣にスイートビジョン、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のアドラーブル、現在馬群の中ほどにつけています。もう一度先頭からゼイ
リウス・デラ先手を取りました。レイクホーク、この馬もこのグループ、その外から東マジョルカ並んで3番カリスマスケール、スイートビジョンすぐ後ろ 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。マイネル先手を取りました。その後ろにセイウンステラ並んで13番レイクホーク。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。この辺りで先頭が変わりました。レイクホーク、マイネル、ほとんど差がありません。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。レイクホーク先頭、マイネル先頭、2番手はレイクホーク、あと 200m マイネル先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。アドラーブル抜けた。三栄三級迫る。アドラーブル、アドラーブル1着、2着にはどうやら三栄三級、これが世界の実力だ。アドラーブル